新しいもの好きなんで一番に購入がしたいなというのが、まあ、一つの要素ですね。基本うちのビジネスというのは機動力ですね。これをまあメインに売りに出して一生懸命営業をかけている最中です。エスコット6が搭載した時点でもうなんか運転だけに集中してできるんで、女性にはどっちか言ったら向いてるんじゃないかなと思います。脱出制度については今までなかった部分でアクセルだけで揺らすことができるのは進歩だと思います。常に進んでるっていうか、性能性とか使いやすさとかそういうのもだん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 良くなってるんで、今不足しているドライバーの不足している部分を、まあ、そういうので性能をアップしているのでドライバーも増やしていきたいなっていう部分では必要かなと思ってます。大型ダンプに乗って20年になります。ダンプドライバーになろうと思ったのは他の女性ドライバーを見ていいなと思って自分もやってみたいなと思いました。新型クオンを運転してみてまず音がすごく小さくてハンドルも軽くてとても運転しやすかったです。ダンプアップの動作はスムーズにできて全くストレスを感じませんでした。とにかく音が静かで加速感がやっぱし自分らが今乗っているのよりはでも加速感が全然違うっていうのがあって排気が結構よく効くっていうので乗ってみたいなとは思う車でした。試乗させていただいた感想は加速が良くてとても乗りやすくて女性にとっては優しいと思います。オートマチックの方が運転だけに集中できるんでそっちの方が全然有利だと思います。一生懸命な会社とは思ってます、うん、だからうちも買っていくと思います。これからも